写真週刊誌「フライデーが報じたビッグモーターの告発記事から事態は大きく動いた当時は報道の完全無視を決め込んだ同社だが世間からの批判を抑えることはできず気づけば社長副社長とも退任に追い込まれたルポ作家の日野百草氏が問題を改めてまとめる ビッグモーター経営陣は国を舐めすぎた、ビッグモーターの経営陣は国を舐めすぎだ。ことの重大さを分かっていないのではないか。首都圏のディーラー幹部は、ありえない、を繰り返しながらこう語る。どれか一つでも普通の会社なら大変なことなのに、できる悪さは全部しましたという体だ。それで知らない、社員がやったで済むわけがない。 中古車販売、買取大手のビッグモーターは以前から損害保険会社への水増し請求が噂されたそれが今年に入り客の車のタイヤに穴を開ける動画が流出さらには靴下にゴルフボールを入れて振り回しくぼませる工具でボディを引っかくヘッドライトを割るといった行為で客の車を破損させて保険会社に請求していたこれだけやらかしたのに 国交省にも喧嘩を売る経営陣こうした具体例に対してディーラー幹部はもう何を言っていいかわからないがとしながらも普通に犯罪だ器物損壊に道路運送車両法違反詐欺罪それが成立するかはわからないが常軌を逸していることは事実だもう中古車業界がどうこうの話ですらないただの犯罪行為だと思う まして全国の視点でそれをやって、経営陣は知らなかった、で済むわけがない。ビッグモーターの創業者である兼重宏行氏は会見で、耳を疑った、こんなことまでやるのかと、大事なお客様の車を修理する人間が傷をつけて水増し請求、ありえんです、天地神明に誓って知りませんでした、といった趣旨の発言に終始した。 そして息子で副社長だった金重光一氏も含めて経営陣は知らなかったと組織的な指示を否定したこれだけのことをして申し開きがあれでは国交省も立場がないまして新社長が大丈夫だったと思いますでは喧嘩を売ってるに等しい新社長となった泉真二氏は保険会社 取引企業すべてのステークホルダーに改革をやり抜くことを約束したいと述べた他では言っているのかもしれないがここでお客様をつけるのが当たり前なのにつけない国をなめすぎと言ったがこの国には国交省だけでなく国民も入るわざわざ日本中を怒らせている会社としての存続が難しくなる金融界隈からも怒りの声 7月28日、国土交通省はついにビッグモーターの全国24都道府県、34店舗の立ち入り調査を始めた。最終的には整備そのものができなくなる恐れがある。それは民間車検場の指定取り消しや業務停止ということか。踏み込んだ話は控えるが、仮にそうだとするなら会社としての存続が難しくなる、ということになる。 大手自動車メーカーの工場が立ち並ぶ北関東の地銀関係者にも話を聞くと、本当に怖いのは金融庁だ、とも話す。彼は日頃多くの自動車修理工場や中古車店とも融資や経営相談を通して関係が深い。損保ジャパンの知らぬ存ぜぬは許されるのか。整備ができないこともそうだが、中古車の売買に影響が出る。 これが一番怖い。保険が扱えなくなれば事実上売買もできない損保ジャパンは何を言われても切り捨てるつもりだ一蓮拓章になる気はないだろう多くの自動車販売店は保険代理業務も兼ねているビッグモーターもまた保険代理店として関東財務局に登録して各種手続きを行ってきた だからこその水増し請求、課はともかく、ビッグモーターの水増し請求には損保ジャパンが大きく関わってきたとされる。損保ジャパンからビッグモーターへの出向者は2011年から延べ37人、知らぬ存ぜぬは難しいように思うのだが、事故を起こした経験があればわかるだろうが、本来の保険事故調査は本当に厳しいものだ。私も経験あるが アジャスターの調査や確認は重箱の住みどころではないそれをビッグモーターも損保ジャパンも知らなかった見抜けなかったは無理がある金融庁もなめられたものだ金融庁は早速調査に乗り出すと同時にビッグモーター損保各社に報告調求命令を出すとしたまたビッグモーターの幹部から不適切な保険契約や法令違反についても聴取した そして7月31日ついにビッグモーターの自動車保険契約の捏造疑惑が判明したその前日には損保ジャパンがビッグモーターに対して損害賠償請求の準備を発表同時にビッグモーターとの代理店契約を解除するとした本校のヒアリングはビッグモーターの会見直後7月25日だったが 彼らの発言はおおよそ的確だったことになる。以下は、ネチズンのコメントをまとめたものです。いずれにしても、ビッグは今までのように拡大路線は無理だろう。どんなに社内が改革されても、一度ついた悪いイメージの払拭、信頼を回復するのは難しい、信頼されていたか知らんけど。今回の件はビッグだけに限らず、ガリバーやその他大手、 中堅中古車販売業者全てに言えること本当にグレーな部分が多すぎる業界消費者が後世に購入できる業界になってほしい数年前に九州の店舗が車検で違反で摘発された際にはテレビで全然報道されなかったし話題にもならなかったなんで今頃 テレビ局って俳優が契約打ち切りして CM が中止されないと CM スポンサーの会社に忖度して報道を控えるのだろうか報道という手段が取れる会社が国民に周知させようとしなかったからその後数年の間にどんどん被害者が増えていったのではないかテレビ局も反省した方がいい昔のジャニーの裁判も報道されなかったから誰も知らなかったし テレビ局はスポンサーや出演者への忖度と報道のネタは部署も方針も切り離すべきだと思う支払いが終わったビッグモーター所有になっている車両は早急に所有権解除した方がいいと思いますよ最悪すぐには明変できない車も出てくる可能性も発生すると思います車検証を確認して所有者がビッグモーターになってたら急いで解除しましょう 勝ち組と言われたビッグモーターの中の社員年収1000万円以上の整備士2000万円以上の営業者の販売や整備でここまでの高収入者はなかなかいない次の就職先が決まっても今の半分以下の人がほとんどだろう特に工場長や課長職以上の人はパワハラ問題もついて回るだろうな 車の販売整備会社の運営に携わっていますが正直言って元 BM 社員は現状雇いたくないですうち自体 BM との取引は全くないし関わりもないのですがここ最近お客さんから「オタクビッグモーターの元社員とかいないよね?」と聞かれることが多くなりましたそれだけ世間の関心が強い 今のところどこでどう経営に影響を与えるか分かりませんので人材不足ですがリスクを考えるとかなり抵抗があります整備は別会社立ち上げして認証を取得した外注として入り保険は常駐の息のかかったプロ代理店が入れば今まで通り営業できます認証や指定工場を取り消しされても別会社設立してこれまで通りやるというのはよくある話 〈お客さんが来場するかどうかはわからないがこれまで道理サービスを提供することは可能〉〈車業界に限らず合法的に逃げることは可能なのでは?〉